はい、どうもこんにちは。今回またライフイズストレンジトゥルーカラーズ続きからやっていこうかなと思います。前回はあのね、やるの自体はその毎日やってるわけじゃないからだいぶあれなんだよな、親しくてただまあなんか、シャーロットさんか、シャーロットさんのアトリエに入ってなんかシャーロットさんの感情に触れようかっていうところだったのを覚えてんだけど、その前があれか、そうそう、こっから入るんだよな。あのネイル、こっちよ。 RPG じゃなくて、あれ RPG やったんだよな前回前回っていうか前回までか。かわいい、久々に見てもかわいいな。そう、まあでも改めてちょっとね、結構そこそこ長かった気するけど、この起こるまでの過程。ただまあ改めて見てみようか、せっかくだしな。だ、明らかに様子おかしかったから。うん、来てくれてありがとう。来ましたよ。うん、うん、イーサンはお父さんと。ええ、さっき出たわ。このお父さんとかわかんないんだけど俺が言いたかったの。はい、今日はありがとう。どうも、こちらこそ。ああ、楽しませてもらったにしたのかな、確か。まあでも正直私もかなり楽しませてもらったけど。あ、いい、やっぱ表情いいな。おかげでアレックスはあの子のヒーローになったみたい。やばい、なんか久々に見たら なおなんか私的にはヒーローはイーサンの方だよはいはい、クリエイティブで親思いで。あ、でもここでなんかさっきもお母さんが出てきて喜んで。ここでちょっと表情変わったね今。いいえ、きっとあの件に喜んでたんでしょ。うん、うん、お母さんが参加してくれたのが嬉しかったんだよ。あ、そこなんだな。じゃあ課題というか怒りポイントはちょっとごめんなさい。はい、はいじゃないか。気にしないで。いやいや、気にするよ。あ、これ選ぶな、確か。構わないで、ただちょっとね。多分これ何選んでもブチ切れるようにはなると思うんだよな。やっぱ大変だよね。だから何選んでも多分これは切れて、そういうストーリー展開になるから。お店にお祭りの準備も私に手伝えることがあったら何でも言って。ええ、嬉しいけど、でも大丈夫。イーサンがお祭りもあるし、お開きにしましょう。なんか放っておけないにした気するな前回。ただ無理しないでのが今の俺の気持ち的にはいいかも本当に。ああ、でもこれ切れるわ。もし無理してるなら。もう何なの、いい加減にしてよ。怒んないでよ。情緒不安定だよねこれ、改めて見ると。ただやっぱ多分イーサンがいなくなることに対して何かしら思ってんだろうな。この怒りは何なのこの怒りは何なのって逆切れみたいだな。これは見たのかな、多分ダッキーか。あ、ダッキーは見てないかな多分これ。イベント参加できてよかった、本当によかった、舞台立っていた、いいや、めんどくせえよお前、喋んなジジイ、長えんじゃん。なんて L2 か、はいはい、L2 で何かしら感情を見ると、もうそれすら危ういからなたった何日かのに、なんかあどけなさみたいなものを感じる。はい、どんな意味が込められてるの。確かに深そうだな。上のやつらが、上のやつが意味深だな、あの可愛いのがいるのに。はい、何が入ってるんだろう。闇深そう、なんかクリエイティブだねしか今まで言ってなかったけど、なんか改めて見ると闇深そうだなシャーロットさん。確かに綺麗だけど、これを見てるとなんだかゾッとする。そうね、なんだかゾッとするな。まあ、芸術ってそういうとこあるからな。芸術の素人が何言ってんだって感じかもしんないけど、こんな大きなものまで、シャーロットは本当にすごいな。まあだから本当にすごいっていうのがある意味そういうなんかこうはけ口じゃないけどさ、ありのままのその、まあ、怒りだの、ストレスだのをさ、形にしてるだけなんじゃないの、実は。見てるだけで悲しくなる。おいおいおい。どれだけの悲しみを込めて作ったんだろう。重いって。でも、これちょっと好きだな。これちょっと好きだわ。これちょっといいな。なんか可愛げもあっていいわ。じゃあ行こうか、シャーロットさん。触れさせてもらいますよ。
あなたの怒りに。何が原因なんだ。めっちゃコントローラー入れてるわ。怒りの感じはやっぱ入れるのかな。とんでもない怒りだな。立ちくらみがするほどだぜ。あ、何かが見えるぞ。あ、でもなんか変わってないぞ別に。あ、崩れる。シャーロスさん、世界が回ってる。でもさ、これあれだよな。このアレックス軸で見てるからあれだけど、旗から見たらアレックスが勝手になんかフラフラしてんだもんな。それ考えたらまあまあ重症だよな。あ、世界変わった。あ、綺麗。あ、これやっぱそうなんじゃない。やっぱ不満とかの感情ぶちまけてるというかさ、こう作品に逃がしてるだけなんじゃないの。やっぱ芸術家ってそういうとこあんじゃない。ここにあるものを調べてみよう。そうすればシャーロットの怒りの理由がわかるかもしれない。あ、さっき触れたメンバーがなんかあれだね、光ってるね。こいつは無垢な置物は何も光ってないけど、じゃあこれから見ていこうか。まあ、これも闇深そうだからな。ライアン、どうして彼を死なせてしまったの。みんなを守るのがあなたの仕事でしょ。ライアンに対する怒りがあるんだ。あ、ライアンだ。あ、ってことこれあれかな、俺に対する怒りもあるんじゃない。まあ、俺というかアレックスというか、まあ、これなんかもうあれだもんな。その隣にさ、棺桶もあるからさ、棺桶だけなんだっけ、棺があるから、やっぱこれは兄さんだろう。ゲイブ、あなたが思い出させてくれたのよ、誰かと支え合う幸せを。なのになんで。これは結構いい絵だな。いい絵というかいい作品だと思うわ。あ、これゲイブだ。これが完成させる完成形なんだ。にしては人多くない。ちょっと待って、にしてはあと2人いるぞ。あ、なんかこのでかいやつがちょっとあれだな、確信に迫りそう。これじゃ、これさすがにこれ俺じゃないだろう。これは俺じゃなくて、多分これ多分シャーロット自身だと思うな、俺の予想は。アレックス、あなたのことみんなみたいに愛せない。あなたが来てから私の人生はめちゃくちゃ。あ、アレックス、俺だ。あなたさえいなければ。俺だ、俺に対する怒りだ。やっぱあら、願いなしバージョン。彼女がみんなに怒りを感じてるのは分かった。でも、そうね、だから例えば最愛の兄さんを、兄さんに近い人ほどその人たちの怒りを感じてるわけだ。あ、ここに来て無垢な置物がとんでもない光を放ってる。でもそうなるとあれだよな、この一人はシャーロってなるよな、さすがに。いや違う、息子がイーサンじゃない。これこの置物が意味してる、これ意味してる、この置物が何を意味してるかちょっとわかんないな。あ、思ったより可愛い顔してた。どうかしてる、ダメだって分かってるのに、憎しみが溢れ出して止まらないわ。そうね、だからイーサンがいなかったらそもそもゲイブは死んでないからな。そうなんだよな、イーサンが原因なんだよな。イーサン、あんたが全部悪いのよ。そうなっちゃうよな。あんたが言うこと、そうなんだよ。まあそうか、まあ、言うこと聞かないがそうなっちゃうか。ねえシャーロット、あの子行くねえ、許せない。大丈夫か、行くねえ。ひどい母親でしょ。いやでもわしゃあないって。いやもう壊さんといて。シャーロット、まあまあするって、その素材の価格、そんだけの石。そうよ、
石なのかな、あの子を許せない、粘土、わかんない、想像力があって優しくって私には他の何よりも大切な存在なのに、なのに許せない、いや重いな、あの子と二人で強く生きてきたわ、ああでもゲイブと出会って私は変わってしまった、変わってしまったなんだ、それなのに彼はもうライアンを恨むのはいい、ああ、あなたやゲイブだって、ああでもあの子はだけど、ああなんかその、あの子恨みたくないけど恨んじゃう、山に行かなければって、恨みたくないけど恨んじゃう、どうしても考えちゃうの、だからこれはあれなんだ、あくまでライアンと俺とゲイブは後者というか後発的なんだな、あくまでイーサンが最優先だったけど、その後から来た俺らが来てなんかぐちゃぐちゃになって結果的にイーサンが原因でゲイブが死んじゃったっていう、そこのカット、あくまでイーサンが一番なんだ、まあ、これは母親だな、いやここであなたは立派ではちょっと安い気するけどな、一回同情挟みたいな、いきなりあなたは立派では言えないよな、そう思うのも私はしょうがない、軽い軽い軽いって、辛いのだって、もっと慎重いかないと、あなたがどう思うと関係ない、そうなっちゃうって、全部どうでもいいわ、いやむずいな、これはむずいよ、このままじゃ危ないけどもう言葉は届かない、そうよ、何言っても聞かないと思うな、それなら私の力で何とかできないかな、何できんの、え、な、何できる、え、でもあのなんだっけ、おばちゃん、おばちゃんなんだっけ、何ちゃんだっけ、何ちゃんで、うん、彼女の怒り取り除けた、すごっ、お前の察し方すごっ、でもそれって彼女のためになるのかな、あー選びそう、それに私や彼女の心がどうなるかわからない、どうしよう、私の心も、まあそっか、とてつもない怒りだもんな、おいおい、これ変な話、こんな何もせず出ていくだったら、これさ、ライフイズストレンジチーム、ライフイズストレンジチームが作ったシナリオを飛ばすってことでしょ、多分。何もせず出ていくって。ライフイズストレンジチームが作った、この怒りを取り除く云々のストーリーを飛ばすってこと？そんな選択させるのか。制作側がその選択させるのか、マジか、え、その難しいな。まあ確かに、でも怒りだからな、なんか悲しい気持ちとかあったらさ、やっぱ楽にさせてあげたいってなるけど、怒りってな、怒りを取り除くことが正解かって言われたら必ずしも正解じゃないじゃないんだよな。あとアレックスがチラッと言った私自身どうなるかわからないって言葉がな、怖いよな。その言ったらこのシャーロットの怒りの強さに飲み込まれてアレックス自身がおかしくなっちゃうというかさ、っていう。でもね、多分ライフイズストレンジって本当に最後の分岐以外というか、基本的にゲームオーバーっていう概念はないと思ってるから、ゲームオーバーってない概念がないって考えたら、まあ、どっちに転んでもストーリーは続くはずなんだよね。本当に最後の選択肢以外はエンディングに関わることは今までないと思ってるから、俺は。だから正直どっち選んでもいい気はするんだよな。
だから単純に、なんかどっちがシャーロットのためになるかっていう観点で見ていくしかないんだけど、何もせず出ていくもおもろいけどな。あ、シャーロットさんすいませんでしたつってスタスタスタ出ていくのおもろいけどな。でもな、なんかそれはありそうなんだよね。こう何もせず出ていくことで、なんかシャーロット自身が、まあ変な話さ、自ら命を絶つとかさ、そういう後日談がありそうな、そういう後日談を持ってくる気はするんだよな、Life is Strange って。結構そういうとこ、あっけなかったりするから、ここで俺が何もせず出ていったら、なんか後日なんかメールなり、街のニュースなりで、なんか、ね、シャーロットが自ら命を絶ちましたみたいな噂が私の耳に届く可能性があるんだよな。ただこの怒りを取り除くことによる俺への反動も怖いな。あくまで俺が一番好きなのはアレックスだからアレックス推しだからさ、これな、アレックスはどう思ってんだろうな。取り除きたいとは思っ、まあでも言ってたか、取り除けそうって。皆さん、これはね、アレックスのこの街に来てこれからの人生に対してアレックス何言ったと思う？これはパッと思い出したよ。アレックスは誰かの助けになりたいって確か言ってたんだよな。なんかこの街でなんかそこは長っ、めっちゃ長いんだけど、なんか誰かの助けになりたいと思ったのに兄さんを救えなかったみたいな描写があった気すんだよな。ということは基本的にやっぱ誰かを助けたいって思いがやっぱアレックスの本当の思いだと思うんだわ。今までが助けられなかった人生だったから、行きましょう、やってやるよ。てか多分こっちの方がパーセンテージは多いと思う、さすがに。めっちゃコントローラー揺れてる。取り除くために俺に憑依させんの、怒りを。そういうこと？そんな、アレックス、そんなこともできんの、お前。相手の怒りを自分に移すこともできんの？アレックス、そんなとんでもない力を持ってんの、お前。大丈夫。相手の感情を吸収することもできんの？シャーロットは？私は、え、そんな化け物みたいな力あんの？あ、平気かな。そんな単調な答えなの、私取り除くって。これって、なんでこんなことに。アレックス、ごめんなさい。化け物なんだけど、アレックス。私どうしたんだろう。え、感情を取り除くってそんな、何、物理って物理じゃないけど、そんな、そういうことだったの。なんかこう一体化してとかじゃなくて、シンプルに人の感情を吸収するってこと。あった、今までそんな描写、共有はあったけどさ、吸収なかったよな今までそんな単純なことだったんだ。じゃあまあ、うん、アレックスもなんとか耐えたみたいだし。でもこれが後々響くのかな、というかあれなのかな、ここからその人の感情を吸収する云々の選択肢が出んのかな。で、あまりにも吸収しすぎるとアレックス自身がバッドエンドを迎えるとか、そういう展開ですか。見えてますよ、俺は。え？ってか、何？そっちは大丈夫ってさっき聞いたよな。急に？全然平気だよ。なんでもないから。アレックスごめん。これくらい。ご飯おごるから、アレックス。届くかな、俺、現世から。アレックスの世界に。ああ、壊しちゃったか。何があったのか覚えてないけど、怖っ。なんだろう、そのレベルで吸収するの、アレックス。ねえ、もう疲れたでしょ。そのレベルなの？家に帰って休んで。絶対あるわ。じゃあこれからも祭りもあるし。そう、人を助けたいって思いから、アレックスがそういうマイナスな感情を吸収しまくっちゃうみたいな、ありそう。
マイナスな感じを吸収しまくっちゃったせいでアレックス自身がおかしくなるみたいな。そっちか。吸収ってなかったよな、今まで。じゃあここからストーリーがシフトするかもな。今までは共有だったけど、ここからは吸収なんだな、多分テーマが。どうだこのライフイズストレンジ考察。まあ、いろいろ全シリーズやってるからな。俺もまあ、確固たる自信があるから、多分そうだと思う。この吸収するかしないか、選択肢がこれからも迫られてくるんじゃないかなと、思うな。で、そのやっぱ、あれ、もしかしてタイホンはさ、性格的にこの、秘密結社と関係してたりして、マイナスな感情を吸収しまくるみたいな。あの怪しいロゴにも納得だ、ね、あるよ。よし、謎解明。よよ、それでシャーロットの様子は。俺が全て吸収したぜ。俺が全て吸収した。大丈夫だ。大変だったけど、多分もう大丈夫だと思う。全然前触れないな、吸収に関して。なんて言えばいいかわかんない。共有までしかやってなかったよ。 ならいいよ。それで、で、あの USB からタイフォンの秘密につながるファイルは見つかった。あれ、なんか実はさっき中に、何、ゲイブの電話の録音があった。ああ、じゃあ電話は届いてたと。それ聞いてもいいかな。すごい主張激しいな、このパソコン。なんだこれ、貼りすぎだろ。主張しかねえ。一個ぐらい地味なシール混ぜろ。全部派手じゃん。ようやくだ。私たちがついてるからね。そんな目線合わせないって。ってことはゲイブが自ら命を絶ったというか、その可能性があるんじゃない、これ。だってゲイブがさ、ちゃんと兄さんの電話、ごめんってアレックス、聞いて確かめてあげないと。ごめん、語りたいんだわ俺も。絶対これじゃああれだ、この二人のリアクション的に兄さんが止めてくださいって言ってないのか。タイフォンです。マック、俺だ。仕事中だ、関係ない話はできない。そういうことじゃない。マックと直で言ってるな。今夜の爆破を中止してくれ。うん、兄さんが鉱山にいるんだ。何、なんでんなとこにいるんだよ、死んじまうぞ。マックいいやつ。俺たちの知らない間に入り込んだんだよ。マックいいやつだな今の。今探してるな、頼む。よし、わかった。爆破、マック、くそ、面倒なことになっちまった。悪いな、ただ仕事してるだけだ。うわ、生かしてんな。この電話を無視したんだ。ああ、そっち、あ、そっちね。マックは爆破を止めようとしてたんだ。ちゃんと音源あんのに、あいつら無視したんだぜっていう。あんた、いやいや、今更だろう。絶対に責任を取らせる。あ、まあまあ、でもちゃんと、あ、おい、ちょっと、まあまあわかるけど、わかるけど、せめてそっちの右のビールにしてよ。何なの、おいおいおい、やってらんないよ。ごめんって、もう怒り吸収したから。俺が様子見てくる、後で。怒り吸収してなかったら、じゃあこれ何、笑ってたのか、まさか。まあ、手なるやつじゃないと思う、ライフイズストレンジは。手はならないと思うけど。まあでも、もともとね、ほんとこれまで最近がうまくいってただけで、もともと、まあこういう子だったからな。胸元すごいな、お前。もう見えるぞ、お前。この USB に証拠が入ってる。こっちだったらな。全部見てやろう。こっち投げてたらステフもあんな。
なんであれ投げた？こっち投げないと。なんであっち投げた？なんで？兄さんは8時41分に衛星電話から電話したことになってる。うん、その次の電話を聞いてみたら何かわかるかもしれない。だからあれか、本当に、すごい。すごい。全部聞けんのこれ。AC フライドチキンから。AC フライドチキンから聞けんの？聞いてみようぜ。いや、アレックス切れるかな？はい、AC フライドチキンです。まだセールはやってるよな。おう。もちろんです。よし。じゃあ、スパイシーナゲットの L サイズを一つ。かしこまりました。おう。セットはビスケットかフライドポテト。さすがマックだな。セットか、それは、どうしようかな。決めてから来いや。いえ、お決まりで。ああ、すぐ決めるよ。じゃあ、ビスケット。いや、ポテトだ。マックかわいい。ポテトにするよ。両方つくセットもありますよ。何これ。どうかされました。長いな。いや、やっぱ、ポテトだけでいい。かしこまりました。長えな。スパイシーナゲットの L のポテトのセットですね。長えって。このペースやんの。しますので、30分後にお越しください。うん。ついつい聞いちゃった。ごめんアレックス、俺も同じくついつい聞いちゃった。長かった思ったより。これあれマックはちゃんとマクダーナーズ頼んだのかな。マクダーナーズで。はい、デート成果店のライリーです。まさかケンタッキーフライドチキンじゃないよな。マック、あ、でも朝なってんな。面倒なことになっちまった。悪いな、ただ仕事してるだけだ。これ朝あれか、じゃあなんかいろいろ聞いてんだ、人を死なせてしまったことについて。リーナ、聞いて。問題が起きた。何なの？行動の近くに子供がいるの。あ、ダイアンから言ってる。ラフを止めて。ねえ、ヘイブンはあなたの管轄なんだから、決めるのはあなたよ。何が言いたいかわかるわよね。あ、責任ってこと。子供がいるのよ。知らないわ。こちらの国民を。あ、まあ一理ある。それもそれで一理あるな。責任があるでしょ。子供の命がかかってるのよ。一日遅らせても。予定の爆破を中止すればレアが感知される恐れがある。もしそうなったら会社の危機よ。レア、それでいいの？いいえ。じゃあどうしよう。おいおいリーナ、言わなくてもわかるわね。報告はメールで。ダイフォンにとってレアは人の命よりも大事なの。レアって何？レアって、ね、メールを見れば何かわかるかな。レアとは一体？わあ、そうだよな。わかるわかる。わかるよ。すごいわかりやすいな。でもこれリーナからかかってきてるよ。これ気になるんだけど。でもこれなんか順番である可能性あるな。普通になんかこっちのまた発信も着信に戻る可能性あるな。どれだ？ダイアンからリーナに送った。私の報告無視した結果がこれよ。確かにあなたの望み通り、レアでの爆音は感知されずに済んだけど、よかったわね。レアでの爆音は感知されず。つまり別の爆破が？リーナは確か、予定の爆破を中止すればレアが感知されるって。そういうことか。兄さんが巻き込まれた爆破は別の爆破を隠すために必要だった。そうだな。だから無理やり。爆破された場所を突き止められれば何のためにも。いろいろ見てないんだけどアレックス、ごめんって。ああ急になんか来てる。フォルダが来てる。フォルダが来てるって。いっぱい見よう。いっぱい別の爆破の目的絶対に突き止めてやる。むず。ここがレアだ。ああでもこれじゃ範囲が狭すぎてどこかわからない。地図を見よう。いやちょっと待ってよ、まだまだ見てないのがあるよ。ちょっとなんか今後ろにいるんだけど。ちょ、今気づいたけどなんか後ろに兄さんいるんだけど、なんで後ろに兄さんとシャーロットいんの。今気づいたけど、なんで、なんで壁紙に兄さんとシャーロットなの。おかしくね。それが一番疑問じゃない。あー、じゃあ探そうか。ここって2008年の落盤事故の現場。ああ、使ってない鉱山での爆破を隠すために別の場所を爆破したんだ。だけどなんで。これは闇深いぞ。その稼働してない鉱山に査察が入るって話あった、ね、あら、名探偵アレックス、ピキーンってくるか。そっか、採掘じゃなくて。
何かを埋めるためだったんだ。早いな、結論いたんの。爆破で埋められた秘密。その何かを埋めるためって結論に行くの早くね。あら、ショーが終わりましたね。まあ確かに終わるとは思った。やっぱり RPG 長かったし、やっぱシャーロットさんとのね、あの一連の流れがあったからな。やっぱ人の感情に触れるっていう、あの大きなイベントが結局ショーのテーマになるから、分かってたけど。あ、ダイアン笹役に捨てほしい。おぉ、いいね。半々だね。ただ、まさかの多数派だったな。まあ、でもそうか。まあまあ、そうなるよな。うん。シャーロットに行かないとりあえずだ。意外と半々だな、こっちも。意外と。へぇ、見てみようか。ダイアンの悲しむ気持ちを刺激した。ああ、まあまあまあ、いいんじゃない。怒る気持ちを刺激するよりは。レコード聞かなかった。まあまあ、いっぱい聞けたからな。屋上で草むしりをしなかった。しただろう。したって、屋上で草むしり。したよ、俺。あれ、セーブされてなかったか。したって、俺。戦闘でアレックスといい。戦闘で全滅もおもろいな。よう見たな。よう見たわ。イーサン倒されたパターン 0% か。トロールダストでトロールを味方につけた。蛇を眠らせた。ああ、だから全然戦ってないもんな、俺。そうだよな。ステフとライアンが部屋から出てった。わ、だからこれあれだ。怒り取り除いたらこうなるんだ。絶対そうだ。怒り取り除いたことで、怒りが宿ってるから、出ちゃったんだ、多分。ステフ、ライアンともに太陽の秘密をつけて、いいな、そっち見たかったな。そっち見たかった。ほら、と 48% と 52%。見てこれ。一緒だもん、パーセンテージ。やっぱ何かがあると何かがマイナスなんだな。いいよ。いい。何かを選んだ何かを失う。それがライフイズストレンジだから。最終決戦、テーマ王を倒した。テーマ王が復讐のために戻ってくると誓った 0%。誰か開けてくれるといいな。ライリーがエレナの病気に気づかなかった。あー、気づかせることできたんだ。気づかせたかったな。学生が来たがってる曲を曲気見せない。あ、まあ、これだから RPG 中か。まあまあ、これはいいや。じゃあ次か、と思ったけど、ここで一旦切るか。で、次回、新章をやるか。ただ、そろそろね、ただ、俺の予想だと、次の次が最後かなと思うんだよな。次は、多分核心に迫るというかさ、そういうなるんじゃないかと俺思ってんだよな。エピソード4で核心迫って、エピソード5でフィニッシュとかなと思ってるわ。まあ、とりあえず、まあ、今後の方針決まったわけだから、次回楽しみにやっていこうか。はい、じゃあ、あたした。